はい、エルカチャンネルのショーです。あ、間違えた、もう一回はい、南阿蘇観光 PR 大使のエルカチャンネルのショーです。あ、そういうことだよそういうことね、はい、さあ、今回はですね、今ちょっと夜なんですけど、南阿蘇の方にやってきてます、うん、で、どこにやってきてるかと言いますと、うん、阿蘇坊の里、釘野にまたやってきました。この夜にやってきたってことは、うん、大体想像がつくんじゃないかと思うんですけど、店閉まってるからね。はい、もう全然閉まってます、今時間帯、うん、じゃあここにですね、書いてあるんですけど、11月16日の土曜日、南阿蘇スターライトイルミネーションの点灯式っていうのがありました。で、今日は20日ですね、はい、なのでもう4日ぐらい経ってるんですけど、こちらを今日は見に来ました。エルカチャンネル、そのままカメラを振ってみたいと思います。お、なんか光ってます。そうです、イルミネーションです。ここから見ても結構な大きさだと思いませんか。うんうんうんねえ、逆さ富士ってあるじゃないですか。あるね。あれと同じようなことが、あのイルミネーションのツリーはしてあるそうなんですよ、うん、ただここから見てもそういう風には見えないので、うん、ちょっと近くまで行ってみたいと思います。エルカチャンネル、さあ近づいてきましたよ。逆さツリー、逆さツリーあれ、んあれん、あ、逆さえ、逆さ逆さえ、逆さ危ない、足元危ない、足元危ない、逆さ、これは逆さ、なんで水がない水がない、もうちょっと、もう一回見て、多分このツリーの下に水が張ってあるはずなんですよ、本来はね。本来はほうほう、水がないああ、なるほど、水がないので、うん、ただのイルミネーションこれは失敗、これは失敗まあ若干逆さにはなってますけどね、まあ、ちょっと水があるので、うん、あるところはね、うん、ちょっと反射して、あ、綺麗かなとは思うんですけど、これ本当に逆さだったらね、最終巻と同じぐらい綺麗なんだけど、本当そうだと思う。で、これももう8年ぐらいやってるらしいんですよ。どのくらいかな、期間的には、まあ、11月の中旬から始まって、うん、2月の中旬ぐらいまであったかなと思うんですけど、うん、やってるらしいんですよ、うん、でもね、今日外れの日だったのかな、うんうん、残念としか言いようがなくですね、あ、寒い中やってきてこれかよあのキリとも思ったと思うんですけど、ここ来た時にさ、うん、駐車場ガランガランだったじゃん。そうで、なんかイルミネーションしてるならそれなりに人がいそうじゃん、うん、逆さならね、なおさら、うん、ね、何台か止まってたって感じだったもんね、うん、やられましたね。言えることは今日はハズレ日エルカチャンネル、今回は本当残念だったんですけど、うん、これだけでも半分は楽しめたかなと思います。はい、というか思っときます皆さんも一回見に来てみると、大きさが結構あるんで見応えあるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。